はいどうもレンジです。今回もね、あつ森の解説していきたいと思います。今回は今回もねかなり初歩的ですね。うん、まあこれはね分かってるよって人は多いかもしれませんが、まあね、買ったばかりなどね、あつ森始めたばかりだよって方はね、ぜひね、ご視聴いやはい聞いてください。まずは家具はこれですね。もう単刀直入に言うと、うん、このこれでこうねしまった時に、家具がなくなるっていうなんか問題がね、起きるらしいんですよね。うん、でこのねしまってどこ行っちゃうのと、うん、で確かに持ち物見てもあれさっきのね作業台のマークないしと、はい、という感じなんですけど、そのしまったものは、このね緑のマークになってしまいます。はい、家具はねこのね緑のね葉っぱにマークがその家具ですね。で逆に言うとその服とか頭はこんな感じで、形をね変えてこういうねこのなんか持ち歩けるねものにね変わってしまいますね。うん、化石だとこれででフルーツみたいな、うん、でこれこのねDIY の覚えるカードとかねこんな感じでね物がねこういう風に変化します。はい、さっき、しまった作業台はどれだなってこう見ると葉っぱのマークを見るとね、はい、こんな感じでね作業台はこれだよっていうこういう風にねちっちゃくね、なりますね。うん、でまたこれをね出すと作業台に変わるという感じで、はい、まあなくなったっていうね人はまず自分のね X ボタン右側の X ボタンを押していただきこのね葉っぱのマークにかざすとそれがしまったものになりますという形で、はい、こんな感じでね、はい、まあ、もしね分からなかったっていうことがありましたらね、コメントなど、お待ちしてます。うん、まああとなんだろうね、うん、なんだろう、そう、虫はねそのまま虫になりますし、あ、魚はねこんな感じで、うん、なんかね絵柄がね家具だとね一緒になっちゃうからちょっと分かりづらいですよね。うん、まあこれがね壁を作るやつだったりねこんな感じで、うん、ちゃちゃまる毎回走ってる、はい、まあ、こんな感じでねご説明しました。まあもうね、うん、もうシリーズとしてねもう本当に、まあ、走り方なども説明しましたし、もうちょっとねなんかみんなが当たり前にやってるけどねわかんないっていうことはねまあ多々あると思いますので、それをね、まあ、シリーズとしてねがっつり出していきますので、よろしければねチャンネル登録高評価、お願いします。はい、ツイッターもやってます。ということで、お疲れんちかな。早い、なんか早い気がするけど、はい、サクッと。じゃあまたね、出しますので。では。